ストレートエッジのタトゥーストレートエッジは、ロック音楽などにおける思想、概念、ライフスタイルであり、ハードコアパンクのサブジャンルである。喫煙しない、麻薬を使用しない、アルコールを摂取しない、快楽目的のみのセックスをしないというのが、基本的な理念。それまでのロックの価値観であった、セックス、ドラッグ、ロックンロールという享楽的な生き方に対する、アンチテーゼと捉えられている。 さらに進んで、ビーガニズム、カフェインを摂取しない、医師から処方されたものも含め、いかなる薬物も使用しないというものもいる。原不和児のイアン・マッケイが最初に提唱したものである。ことから、ストレートエッジ思想の発祥の地は、ワシントン DC とされ、ハードコアパンクシーンと密接な関係がある。なお、ストレートエッジという言葉自体は、かつて、 イアン・マッケーが在籍したバンドマイナースレッドの曲のタイトルから生まれたものである。故にストレートエッジとはハードコアパンクと密接に関係しているライフスタイルである。アルコール、タバコ、違法などラッグ類を一切摂取していないライフスタイルを選ぶ人はハードコアパンクシーン以外にも存在するが、ハードコア、パンク、メタルとは一切無関係な状態でそのライフスタイルを ストレートエッジと呼称することは少ない。ハードコアやパンクの音楽活動はせずとも、ハードコアパンクを、好みストレートエッジを実践している人間も、多数いる。メンバー全員が、ストレートエッジのライフスタイルを実践しているバンドを、ストレートエッジハードコアバンドと呼ぶこともある。日本のハードコアシーンでもストレートエッジは少数ながら、存在する。アルコール、タバコ、 違法なドラッグ類を摂取せず、自分がストレートエッジであると自覚を持ちながら生活をしている。あくまでも個人のライフスタイルとして実践しているため、その動機や思想はそれぞれ異なる。他人に強要することや、ストレートエッジ以外を排除するような振る舞いは、日本のストレートエッジでは一切見受けられない。イアン・マッケイが当時在籍していたバンド。 キーンアイドルズが1980年にアメリカ西海岸ツアーを行った際、メンバー全員が未成年であったことを理由に、クラブでの演奏を拒否されたことから、クラブオーナーとの妥協案として、店員が彼らにアルコール類を出さないように、バンドメンバーの手の甲に大きく罰印を書いたことに、始まる。ワシントン DC に戻るまで、イアン・マッケーは演奏する先々で、 店に未成年が入るのを許可する方法として未成年の手の甲に罰印を書くというやり方を提案し、いくつかのクラブがその方法を取り入れたことから、手の甲の罰印はアルコールとドラッグに反対するシンボルとなった。当時リリースされたティーンアイドルズの EP マイナーディスタービンスには手の甲に罰印を書いた写真がジャケットとして使用されており、ここからハードコアシーンにおける ストレートエッジ思想が始まる。その後、マイナースレッドにおいて、イアン・マッケイが歌った、ストレートエッジと、アウト・オブ・スティ・ p ピの歌詞、ドン・ト・スモーク、ドン・ト・ドリンク、ドン・ト・ファックによって、タバコドラッグをしない、酒を飲まない、快楽のためにセックスをしないという考え方が、ストレートエッジ思想として定着することとなる。マッケイは、自分の周囲で、 前述の三つによって破滅するものが多いことに、うんざりし、アウトオブ・スティ・ p ピの歌詞を書いたと述べている。しかしマッケイにとってはあくまで自己節制の表明と、アウトオブ・スティ・ p ピ・ p のジャケットが示すように、宗教や同調圧力への意義であったにもかかわらず、フォロワーたちは、協情的、宗教的に受け取ってしまい、 酒を飲んでいる観客に暴行が加えられるなど、図らずもストレートエッジの思想が新たな同調圧力を生む結果となってしまった。後にマッケイは、これらのメッセージは、そもそも無分別な若者に向けられたものであり、大人を対象にしたものではなかったと語っている。さらに、ストレートエッジが、協情的、宗教的な思想として、広範囲に広がったことについて強い違和感を覚えると、 しており、もともとの趣旨とずれている、ストレートエッジには共感しない、自分は信者ではないなど、ストレートエッジの現状については、否定的な見解を繰り返し述べている。CM パンクが2010年に結成していたユニット、ストレートエッジソサエティ。ロックミュージシャンバンドのほか音楽以外のアーティストや、プロレスラーなどのアスリートにも標榜者が存在する。ありがとうございます。